まぜこぜ。さあ今日も12時を回りました。皆さんいかがお過ごしですか？ランチ中ならお食事を召し上がりながらご視聴くださいませ。今日もまぜこぜで参りますね。こうもう、はいはい、すごい最初真面目な顔してるしびっくりした今先週に引き続き今週のゲストも大谷貴子さんでございます。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。うん、この方どなたと思っている方、はい、先週のアーカイブをご覧くださいませ。肩書きいっぱいあるんですけれども、分かりやすいところで言えば元白血病の患者、そして日本の骨髄バンクを作ったメンバーのお一人で、今はねもう多岐にわたる活動をしていて、私の29年間のまあこういった社会的活動の相棒でもありましたね。はい、私の婚姻届の、そうだ、そうだ、あのなんだっけ、保証人、一緒に結婚したわけじゃなくて、保証人だったね。インカムしたりとか、そうそう、私東千鶴と大谷だけで結婚したわけ。私ね骨折して、そうそう、病院までインカム入院してる時に、あの婚姻届を彼の誕生日に出したから、うん、ホリって言うんだけど、ホリちゃんの誕生日に出したから、ねえ来て来てって言って、そしたら印鑑持ってきてってお願いをしたわけ、何も言わないで。そしたらなんか、ね、本当に信じて印鑑持ってたわけ。いや信じて、だから、ね、心配ちゃうのって言われたよね。いやいや言ったよ、お金を、うん、なんかお金を借りる保証人になるんだったらどうしようと思いながら来た。いやもちろんそう思ったよ、思ったけど持ってって、そう思う、それでもそれで私が、あこれなんだけど、うん、で婚姻届見せて、保証人になってほしいから印鑑も押してって言ったら、手が震えたんだよねそうそうそう、逆にね、お金のお金も嫌やけど、その方が嫌やけどそのびっくりした、ええー、とか思って、まあでも楽しかったね。そう結婚する、私が保証人、心配して持ってきたらって言ったよ。でも印鑑そんな持ってくの、あいにホイホイ持ってくの、いやちょっとは心配したよって言いながら来たのよね。はい、そんなことありましたね。そうだそうです、保証人だよ。はい、年数的には一緒ぐらいじゃない、24年も20、いやいや確かに、あいやいや違う違う、一緒に暮らして、うちは25年で26年目に突入。私より早いんか。一緒に暮らしたのはね、婚姻届出したのはもういつか覚えてない、うん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 、長く一緒に暮らしてるから、はい、結婚したのが25年前。あそうでしょ。いや大谷はそう、来年ね、来年、うん、ていうかもう今年だよね、これ今2022年今年2022年、ああはい、そしてあもうなるんだ、いや25です、はい、まあだから大体同じぐらい、はい、あのパートナーと歩んできてる、はい、だからお互いにまあ家族ぐるみで、うん、もちろんそうですね、もううちの妹から、うん、妹の夫から、そう、子供さんから子供たちからお母さんからもみんな知ってます、ね、そうそうそう、はい、ちなみに妹の夫は、どないになりました。そうなんです、ありがとうございました。ありがとうございます。本当に骨髄提供していただいてすぐに会いに行きましたね。はい、もうね子供たちにも妹の子供たちにも本当にいい時間でございました。医療従事者でもないのに誰かの命を救うことができるかもしれないという貴重な体験をさせてもらいましたね。なんかねもうあれは良かったって本当に夫婦ともども言ってます。あ嬉しいですね。はい、登録は今は55歳の誕生日の、54歳までで54歳までしか提供できない、だからそうなんですよ。なので、私は提供したい提供したいと思いつつ外されました。あら、はい、外れましたっていう通知来た時に、うちの夫もこんなもんいらんって言った、そう、ああとかもう寂しかった、うん、紙切れ一枚何これ、まだ役に立てるで私の骨髄と思った、うん、健康状態でこれ決めてほしいなって言ってましたね。なるほどね、年齢で紙切れ一枚で切るなよって言ってたね。今ねあのみんなね長生きだしね元気でね、はい、本当そう思うわ。そのね骨髄バンクでどうやって登録するの、はい、って思われる方、こちら骨髄バンクにご登録ください。チャンスというのがあります。ギフトオブライフというのがあります。そして私今日初めて知ったこのコピー素敵よ。生きる希望のお裾分けをできるのはあなたかもしれない、これいいコピーですね。これ福島県骨髄バンク推進連絡協議会だった、ま、だそうだそうだ、素敵な福島のボランティアさんもなかなかそういいアイデアがいっぱいいますね。これねいろいろなね県のところがね、はい、頑張っているんですよ。こちら赤十字社さんのなので、はい、ネットで見ていただければ日本骨髄バンクって検索していただければいろんな情報が見れます。今 10cc だっけ、 2cc です。今 2cc なの、 2cc 2cc 採血するだけで、 2cc ピッて採血するだけでいいの、
まあ、献血のついでだったら本当に2回針刺さなくて献血のところの力をちょっといただくだけ、ぜひお考えくださいませ、はい、ね、あなたの白血球の方とぴったり合うという患者さんがいるかもしれないです。そうするともう一人の自分っていうね、そうです、ね、これもう一人の自分っていうのはどういう意味かをちょっと簡単に、はい、自分と同じ骨髄が流れている人って実は日本全国でも1万人に1人と言われてるんですね。その人と患者さん、まあ、その人の患者さんに骨髄をプレゼントするということは同じ全く血液が流れていて、さらにプレゼントするわけだからさらに血液が流れるわけで、そして最近ではですね、これも後ほど話をしますが、患者さんは昔は私の時代の、私も白血病だったんですけど、私の時代は白血病だったら子供ができにくいっていうのがほぼほぼだったんですけど、現在は、まあ、子供ができるシステムができてきたので、じゃあその人が行きました、その後子供ができましたって言ったら、そのあなた様が骨髄をくださったことで脈々とまた人の命がつながる。今まではその人助けるだけだったんだけど、もう本当に今は次々と助かってますね。なるほど、骨髄っていうのは血液を作る工場なんで、はい、工場をプレゼントするってことは本当に全く同じ血で、誰よりも濃いっていうか全く同じ、兄弟でもない親子でもない、親子でも同じ人はほとんどいないのに、同じ血が脈々と流れ、血液型も変わるんですよ。血液型変わるんですよ。で、あなたは何型だったの？前が B、A 型。前が A 型？はい。で今 B 型なんですよね。そうなんですよ。今 B 型なんですよ。これ不思議なことに染色体もね。うん、そう。私は女性である母からもらったんですけど、だから母の、でも男の人から骨髄をもらうと性染色体も変わる。だからって別にあれですよ、セクシャリティが変わる、ジェンダーが変わるわけではないんだけれども、検査をすると、もう全く男で血液型。プレゼントしてくれた人の工場で生きているので、まあ、血液上は性別も変わるというね、うん、不思議なね、だから、まあ、それだけ変わるってこと、変わるのになるってことですね、まあ、現実的なね、うん、治療法だよね。自分の工場がダメなの で、ね、よそ様の工場をプレゼントしてもらって、はい、それで生きていきますっていうようなものなんでございますよ。それでその骨髄バンクに登録をするということもございますし、これ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 、はいはいはい、出産時再対決、はい、これ、はい、こちらの説明も簡単にお願いいたします、はいはい、出産するとき、まあ、女性が出産するときっていうのはへその緒が赤ちゃんとつながっていますが、そのへその緒をバシッて本当に切ったら、まあ、へその緒の中にはもちろん血液が流れています。それをバシッバシッと切ることでピシッと保存ができるんですね。でその中に再対決、まあ、それがもう骨髄移植と同じ骨髄がいっぱいも凝縮されているので、そのままバシッと冷凍保存をします。で患者さんが必要だという時にその冷凍保存が届いて解凍されて患者さんに入ります。まあ、骨髄バンクとシステムが全く違うのは、まあ、本当に捨てるもの、へその緒っていうのはね残りますけど、へその緒のその管の部分は全く捨ててしまうので、そうなの、部分にいい細胞があることが分かって、いやもうさ捨てられるんだったら ね命が助かるチャンスがある再対決なので、はい、ぜひ有効活用をしていただきたいんですけれども、だからそれ病院、まあ、少子化だしね、うん、なかなか少ないし、あとそれから再対決を提供できる、まあ、産院も実はそんなに多くないんですね。ですから全員が全員叶うわけではありませんが、もし、まあ、出産のご予定があったらご自分の産院に聞いていただく、もしくはその産院を辞めて再対決が提供できるところに変わって出産する。そうなんですよ。もしかしたらね、そのお母さんと赤ちゃんの2人で誰かの命を救うことができたのかもよっていうね、本当そうです。再対決のことも知ってくださいませ、はい、これいろいろね、明日も赤ちゃんもきっと来るからっていうのもございます。こちらがちょっと難しい言葉言いますよ、はい、妊孕性、今漢字が出てますね、妊孕性温存書けないし、妊孕性だけってこれ悪いよね、言葉が妊孕性温存治療ってちょっとやっぱり難しいね。耳で聞いたら何か分かんないでしょ。分かんないね、はい、じゃあ何でしょう、はい、妊娠出産する可能性があるための、まあ、治療だから、まあ、男性だったら、妊娠をさせる能力、女性だったら妊娠をする能力を、実は抗がん剤でやられてしまうんですね、まあ、簡単に言えば精子や卵子がダメージを受けてしまう、なので子供ができないっていうんだったんですけど、まあ、医療もどんどん進んできまして、精子
子を凍結しておく、卵子を凍結しておく、大量の抗がん剤を投与される前に自分のものを保存しておいて、まあ、抗がん剤を投与して元気になりましたっていう時に、さあ結婚しようとパートナーが決まった時に、その精子や卵子を戻して、まあ体外受精とかもいろんなね、受精、今子供を作る方法がありますので、それで子供を作ろうというシステムが始まりました。はい、ただしお金がかかる、はい、お金がかかる、はい、お金がかかるので、ね、その治療費を援助しましょうというのも骨髄バンクでやっております。はい、助成しております。はい、で、まあ、こういうふうにお話をすると簡単なことのように思われるでしょうが、これがですね、まあ、15歳とか14歳ね、うん、そういった子供たちも血液のがんになる可能性があるわけですよ。はい、その子供たちに妊娠のことを説明するってめちゃくちゃ難しいよね。結局親が決めたりするよね。でも私はもう14歳とか15歳なら分からなくても説明するべきだと思う、ね。分かりますよ。だって自分が14歳15歳の時に考えたら分かるもん。それよりも今情報多いし、はい、だから性教育は本当に重要なんですけれどもね、命の教育ですからね。で、適齢期になった時に、え、私って命は助かったけれども妊娠する可能性は奪われてしまったわけで、そこでガーンってショックをね受ける人たちも少なくないので、情報は満遍にたくさんある方がいいよね。その中で取捨選択をするべきだと思いますよね。うんうんうん、はい、だからまあその中の一つとして、私は自分が病気して元気になった途中に自分が思ったこと、それから多くの患者さんと話をして、これはあかんやろ、これは必要やろ、これはどうやっていうことを、なんか一つずつ形にしてきたら、山のようにいっぱい今仕事を抱えてますが、それはでも一つ一つ形になっていったり、社会に助けていただいたりしながら、で実際赤ちゃんが生まれたりしているので、うん、もう本当感激ですよね。ねえ、はい、全部つながって、はい、全部つながってるからね。うん、で、まあ、そのつながっている先にあった今やっていることが、はい、ハッシュタグ、病室に Wi-Fi を、全ての病室に Wi-Fi を。そうなんです。ハッシュタグ病室 Wi-Fi 協議会、まあ、ちょっとあ、そうそうそう、変わった、そうだ、ハッシュタグ、でも今だいぶね、ありがたいことにハッシュタグ病室ぐらいまで入れるとバババッと出てくるみたいですけど、もう一回言って、ハッシュタグ病室 Wi-Fi 協議会、病室 Wi-Fi 協議会、ラップ帳、タップ帳、ラップ帳、ハッシュタグ病室 Wi-Fi 協議会って言えって言われた。あ、ラップ帳、ラップ帳、今ラップだよ。ハッシュタグ病室 Wi-Fi 協議会ってことね。それ言い方変えただけで、難しいのは難しいままやで。病室 Wi-Fi 協議会、はい、これはね、これ本当にね重要、うん、これね、これ私実はメイが、32歳のメイがスキルス胃がんになって、4歳の双子の女の子が家にいながらスキルス胃がんで、たった3ヶ月で亡くなるんですけど、それ2019年の10月おととし、まあ、もう、ま、だ新しい年亡くなったのは2020年、ね、去年のおととしになりますね、2020年の1月ですから、ようやく3回忌を、まあ、まるまる1年3回忌を迎える、うん、その4歳双子ちゃんが家にいるので、うん、入院した初日に自分のスマホで絵本を読み聞かせようとしたね、うん、夜寝る前の、でその間、まあ、主婦で一番安いなんか契約してたね、うん、で一晩目でもうギガが飛んだと、うん、で私が次の日の朝病院に行ったら、うん、携帯貸してスマホ貸してって、何してるのかなと思ったら、うんうん、その私のスマホをギガ使い放題を借りたくて、うん、で、病室に Wi-Fi ついてない、また個室よ、お金もかかってる、うん、都内の、うん、で病室に Wi-Fi がついてない、だから飛んでしまって、でも私もまあよく考えたらすぐにギガをこうアップしてあげたらよかったけども、病気の方が先で、まあ、私の貸したらええわと思って毎日毎日貸しに行ってた。だけど亡くなったのがコロナの直前だったんですね、2020年の1月で、もう本当にすぐのお葬式も、もう本当にちょっとなんかあんまりバタバタしてできなかったぐらいのコロナの真っ最中でした。で亡くなってしばらく落ち着いていろいろ考えてたら、え、コロナやったら毎日貸しに行かれへんやんと思う、うん、スマホをね、うん、病室持っていけない、うん、どうしてたやろこの子
って思った時にふっと周り見回してみたら、どんだけ病室に Wi-Fi ついてないかということに気づき、みんなどうしてはんねやろうっていうのがきっかけでした。あのね、日本の 病院はほぼほぼ Wi-Fi は整ってます。それは医療従事者のための Wi-Fi なんです。電子カルテとかね、もう電子カルテとかね、もう Wi-Fi が環境がないと今の医療は前には進めないので、はい、それはもう約 100% と言ってもいいぐらい、90何パー、Wi-Fi が整っています。まあ、ちっちゃいクリニックとかね、そういうところはないところもあるけれども、今電子カルテね、どこだってね、どこ行っても、で患者さん、要するに病室に Wi-Fi がどれだけ整っているかって言ったら 30% 満たないんですよ。そうなんです。これは癌診療拠点病院においては 20% よ。 20% あのね、医療先進国では日本はもうワーストです。もうこんな国ないです。アメリカやイギリスなんかもうほぼほぼ 100% ですよ。タイでもそうだって言ってたね。私もこの間ね、入院した時に Wi-Fi があったから、たまたま私の病院には Wi-Fi が完備されちゃった、たまたまよ、それはたまたま。だからどの繋がりにくいところもあった。そうそう、それで最初入った病室が本当に繋がらなくって、病室のドアね、ガラガラって、ドアのところがつながるから、私椅子こうやって持っていて、それもしかして病室についてなくて廊下についてるやつをみんなで分け合ってたんかな。いや、病室なんかね、病室についてんの、それで病室じゃなくて病院全体につく、ついて、病院全体、病院全体について、ね、それでもうドアのところで私こうやって、はい、あ、分かった、 OK、 じゃああそこのところでどこで打ち合わせするじゃん、お、看護師さん、かかったら看護師さんみたいな、看護師さんみたいな感じでさ、すっごい不便で、引っ越しさせてもらって病院の中でね、部屋つながりやすいとこ貸してくれたら、つながったから、もう仕事も活動もバリバリ集中してできたんだけれども、なかったら家族とも話せないし、仕事もできないし、活動もできないし、そして情報遮断になるし、あと障害のある人とか手話が言語の人とか、それがないと家族ともやり取りできないわけよ。遠隔手話通訳もしてもらえない。そうなんです。あと子どもの教育、今コロナで別にオンラインで学校と家と皆さん結ばれてるから、同じように入院してたって同じように結ばれてるから、子どもたち全然授業に遅れないのに、それがないからできない。そうなんですよ。ね、病室に Wi-Fi ってめっちゃ必要で、意外にそうなんですか、ご健康な方は、病院に Wi-Fi ついてないんですかってやっぱりおっしゃるから、この世の中、新宿公園でもこの間ついてたんですけど、そう、新宿公園についてた、下に、公園についてんの、公園についてんの、三角の家書いてあって、ね、ここの地域はフリー Wi-Fi つながってます、ここもついてながってましたね、フリー Wi-Fi って、まあまあ、ここはさ、椿ホールディングスさんのね、新宿公園ね、新宿駅の近くの公園、パンと置いてあった、写真撮りましたよ、ここはつながります。なのに、あとカフェでもどこでもつながってるのに、今バスもそうそうそう、これバス乗ったら Wi-Fi のマークついててびっくりした。あとタクシーもついてる時ある。あ、そう。だからそれは当たり前で、しかもその新宿公園にいるっていうのは多分1時間ぐらいと思うんですね、遊びに行っても。だけど入院をするというのは3日とか1週間とか、長い人は10日とかね、20日とかいるわけだから、そこに Wi-Fi つながってないっておかしくない。それ皆さんね、ちょっと問題意識持ってくれたらなと思いますね。はい、みんながね、書いてくださっててありがとうございます。今そこに発信してもらってます。そう、みんなが気づけば、もうこれはせざるを得なくなるっていうか、あと国のね、女性があってもいいぐらいのことだと思うのでね、はい、だからあとは女性が、例えば国の女性が完璧になったとしても、病院がそんなもんいらんって言ったらつけられないけど、やっぱり自分が入院したらってお医者さんも思ってください、病院長さん思ってくださいって。そう、医療機器に何か不具合があるのではないかというふうに思われている方もいるかもしれません。違います、全然大丈夫なんですよ、全然大丈夫。今もそれはちゃんと検証されております。あと体に悪いって今が入院してる、じゃあお前スマホ持つなって言いたくなるお前言うんだ、あ、すいません本当そう、そういう人もいっぱいいます。はい、まあいろいろなね、誤解勘違いも今解消されておりますので、ハッシュタグ、病室 Wi-Fi 協議会、病室 Wi-Fi 協議会、はい、お願いいたします。さあ、それではここでコビドプロレスも応援していってくださいね。はい、あなたのコミュニティが応援してくれたらめっちゃでかいから、わかりました、いろいろな活動につながってる人に言って、はい、言って言って、はい、ね、ではコビドプロレスリボンプロジェクト、うまくいかねえな練習。っていうか練習方法よくわからないんだけどさ、どうしましょう。どうしましょう。伊藤さんの店ってこの近くに。この近くにあるんだよ。
相談しに行くか。行きますか。そしたらなんかアイデア出してくれでしょ。ね、なんかいろいろ技も教えてもらいたいし。行きますか。行きますか。うん。よっしゃ。よし、とりあえずここまで練習でうまくいかないかな。あと、行くぜ。え、何？いいから、せーの。よっと、ということで。で、ここだよ。あ、ここなの？伊藤選手のお店。まずどうやって来たのよ、うちら。まあいいから、そんな感じ。うちらどうやって来たの？行くよ、行くよ。知らねえけど、まあいいや。はいはいはい。そこからだよ。多分。こんにちは、椿リングズ広報のひまわりです。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今週も始まりましたこのコーナー。今回は女子プロレスラー伊藤カール選手のお店心亭突撃。たっぷりお話しした後はリングでのトレーニングも、なんとあの人も登場します。じっくり2週にわたりお届けしますよ。それでは行きましょう。こびとプロレスリボーンプロジェクト大会開催への道スタートということで、本日は伊藤薫さんがオタク大森で経営されている心亭に来ています。伊藤薫です。今はね、プロレス自体は去年の4月にね、ちょっとフリーになって、自分でやってるんですけど、チームフットスタンプって言って、なんかスクールとかやりながらちょっといろいろやってます。ということで、今椿リングズという専用リングが、クラウドファンディングのおかげでできたんですけど、うん、はい、なんかやってるらしいね。大田区どっかこの辺近いの？大田区の大森で、はい、近いんですけど。大森ってここ大森だよ。大森なんですけど私もリング探してるからさ、今度貸してよ、ね。あ、僕は全然いいんですよ。僕はもう全然来てください。その代わりどれぐらいやってんのよ。いや、まだ完全にはやってないんですけど、ちょっと豚さんの体調のことも考えながらやってるんですよ、ね。ずっと気になったの、はい、一緒にね、やってる藪下が、うんうん、はい、どんなとこか見に行きたいねって、うん、そうそう、いや、ぜひ来てくださいよ。見ればいいです。ぜひ全然来てください。見てもらって、あ、ここならって見てもらえれば。伊藤さんからもいろいろプロレスを教わりながら、うちらもやってる。本当にやる？やりますよ。練習してんの？やりますよ。やりますよ。僕今ちょっと自己トレーニング今しますけど。何、毎日空いてんの？毎日空いてます。で毎日行ってんの？毎日は行ってないんですけど、今はちょっとなかなか行ける状況じゃないんですけど、まあ行ける時は行ってます。はい。そうなんだ。なので教えてください。ぜひぜひ。いやいや、本当勇気があるなら教えるけど。いやいや、そんな心配ない。まあダンプさんからなんかこっぴどく言われてるって言ったけど。はい。言われました。もう言われました。この前の試合で死ぬ気でやれって言われました。CD 見たら死ぬ気でやれって言われて、私はこれ見て真面目にやれって。ああ。いや、それも正しいです。正しいです。両方死ぬ気でやれも正しいです。はい。この間その来てもらってDVD 見たらひどかったってすごい説教されました。その時今なんか一般の人と子供たちを見てるのに、はい、今の子って運動能力すごい低くて、うん、あ、まあそうですね。そうそう、私もびっくりしてさ、うん、今の子ってこんなんなのと思って、うん、でやっぱやってるうちにね、できない子ができるようになってるとか、うん、兄弟がいない子とか少ないと思うんですよ。そういう子たちもなんかこう一緒に、うん、そのスクールの中の子供たちが兄弟みたいな感じのね、お兄ちゃんとかお姉ちゃんとか、あとほら一般の人も、うん、まあ、子供とのコミュニケーション、自分の子供が通ってて、うん、一緒にコミュニケーションを取るとか、うん、昔プロレスやりたかったけど諦めたっていう人がもう一回っていう人だから、でも多分一般の人の方が多分辛い練習してると思うよ。あ、そうでしょうね。私もそのまま教えてるから。ああ、そうですね。最近ね、私のツイッターとかで上げてるのよ、いろいろこの練習こんなことしてますみたいな。募集をね、やっぱ会員さん募集してるから、うん、やっぱなかなか増えないわけ。なんでかっていうと多分ね、みんな真面目だから。うん、なるほど。なるほど。受け身とか取れる？取れますよ。取ってますもん。本当に？うん。大田君がこうやって言ってるけど、どうよ。僕は知らない、僕は知らないですけど、前方回転がお前通しても、まあでもできんの全部、うん、昔のね、あれがあるから、ね、後ろでも後ろちゃんとじゃないよ、昔のあれがあるから、ね、小人用の受け身だけどね。やるならさ、本当になんかそれを極めてもらいたいなと思うし、うん、そうですよね、うん、受けが仕事なんだよね。そう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 、やりたいですね。頭打っちゃったり人も知ってるから、自分もそうそうそれは、ね、それはほら
ね、小人さんに関わらずうちらの世界もそうだし、うん、やっぱり私が練習を厳しく見るっていうのはやっぱりさ、プロレスって危険な仕事で、ね、そうですね、はい、やっぱりお客さんが見て楽しんでもらったりとか、あの笑ってほしいって、私ね、なんか見たのよ、なヤフーかな、ヤフーの人なんかに、あ、上がりましたね、うん、はいはい、でなんか太田くんとかなんか見て、あの本当に笑ってくださいって、なんかどう悩むかもしれないけど、自分たちのやってるのを見て笑ってくださいみたいな言ってたじゃん、はいはい、あれ見て、でもね、お客さんで笑うのって危ないって思ったらやっぱ笑えないわけ、あ、そうですね、固まっちゃうんだよね、そうそうそう、だから危ないって思わしちゃいけないと思うし、やっぱり笑ってほしいと思うんだったら、私はやっぱりちょっとでも危険だなっていうか危ないなって思わないでもらうことが、やっぱ小人さんのそのプロレスを広めるっていうかさ、うん、あのやりたいと思ってくれる人も多分いると思うんだよね、うん、本当ができないと嘘ができないと思ってるから、うん、だからしっかり練習して基盤を作ってやれば、そうだよね、うん、よく昔からやっぱり練習は嘘つかないって言ってたからね、教師、うん、に言われると思ってなぜ豚さんここまで急に、いやでも本当にちゃんと教えてくれる人がいればちゃんとねやれると思うんで、僕もちゃんと本当に教えてほしいんですよ。伊藤さん平成元年組ということで、渡辺さんとか長谷川さんとかバットさんとかとご一緒なんですよね。そうなのよ、もう私もだってデビューして33年4年目なのかな。そうですよね、そうですね、元年自分がやってると、あのそのだから昭和何年、昭和58年、58年組、58年って何、あのブルちゃんと一緒、え、最初からいたっけ、うん、ちょっとあの怪我、私が後輩じゃないんだ、あの怪我しちゃってちょっとあの、そうそう、あのもうみんなだから、あのゴンゴン、僕ね平成ね何年組か分かんないですよ、2004年に入ったぐらいで、平成なの、だからあの僕平成です、潰れる前に入ってた、そう潰れる前です、そうだね、私はもう元年だから、そうね、キャリア的には広瀬先輩じゃん、広瀬とか言ったら広瀬さんだね伊藤さんの女子プロレスとかコビットプロレスの今までになんか印象に残ってる試合とかってありますか。もう印象に残ってる試合っていうか、はい、とにかく私の中ではもう鮮明に覚えてるのはやっぱりあのリトルさんの顔面滑りと、はい、か真空投げ、ね、あと角影さんが必ずロープで引っかかって落ちる私の時代はそれだったから、うん、その3つがもう、こう定番、そう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 、あとは足がかかんない4の字固め、そうそうそう、かかんないよつってレフリーがやってあげる、そう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 、でもあのやってもかかんないやつねそうそうそう、かかんないかかんないっていう足が可愛くてね、伊藤さんのあのピコピコでね、そうそうそう、もう超可愛かった、うん、リトルさんすごかったですもんね、あの当時ね、せっかく機械リングもできたので、そうそう、伊藤さんに来てもらって、そう近いし、プロレスも教えて、本当に近い、近いって、あの駅で言うと、うん、あの梅屋敷、梅屋敷、あ、梅屋敷、大田区体育館近いじゃん、大田区が近いです、うん、そう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 、めっちゃ近いです、大田区体育館、こっからだとどうなの、こっから大田区体育館タクシーで800円ぐらい、はぁーせー、あー、そうなんですね来てもらえれば、来てもらえれば僕らは、で、あの一応今日見てもらって、はいはい、ではでは、ブッダマンさん例のやつお願いします、いくぞ、せーの、よっしゃ、ということで伊藤薫さんにツバキリングズの方に来ていただきました、はい、ありがとうございます、とっても立派なリングでびっくりしたよ、今日ね、ちょっと練習のあれで、はい、1人呼んでるんで、はい、お願いします、呼んでいいですか、はい、呼んでください、やっぱちょっと来て、はい、お願いします、わざわざ来たんだよ、千葉から、ありがとうございます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 、今回はここまで、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。次週は本格的にトレーニングの様子をお届けします。ミスターブッダマンとプリティ太田は果たして最後まで乗り越えられるのか、そしてあんな技の伝授も見られるかも、ぜひ楽しみにしててくださいね。それでは来週水曜日の同じ時間にお会いしましょう。コビトプロレスリボンプロジェクトでした。いける？ひろし？ひろし？
上がらない。そうですね、まあ私かじり始めたのが2017年からだから、まだまだ知らない世界ですよ。いや楽しみ、ね、知らんこと面白いでしょ、うん、そう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 、そういうこと大好きでしょ、うん、大好き、興味津々になるの。そうでしょ、うん、みんなつながっていきましょうね。でその病室に Wi-Fi がないのはどうすればいいのかなというのは、うん、まずどこからどう入ったの、はい、まずね絶対おかしいやろうと思って、うん、でまあ名もなくなってたしいろんなこともなって、うん、そりゃこれ絶対国が考えないかんわと思って厚労省電話したんですよ、うん、厚労省電話しましたね。もうねこういうことねすぐやるから、そうすぐやるか、厚労省に電話しました。厚生労働省にまず担当を聞こうと思って電話したんですよ、うんうん、でもなかなか意味分かってもらえへんかったけど、あ、まあでも病室 Wi-Fi 担当者、うん、あるかなと思って、いや病院管理ってして、病院管理とか、病院体制を作っている担当を代わってくださいって言って、はいはい、そしたらそしたらなんかねあって、施設課みたいなところがあったんですよ。ほうほうほう。でそこにまず電話をした、うん、で説明をしたら黙って聞いてたけど、うん、即変がすごいの。え、患者さんは寝てたらダメなんですか。いや寝ますけど、ちょっと待って、本当に本当に言われて、ちょっと待って、寝てたらダメなんですかって言われて、いや寝ますけどって言って、なかなかな衝撃だな、うん、おいくつぐらいの感じ、若いよね。名前聞いてそのあんたの生年月日やのなんか聞けばよかったの、なんかあんまり、いや多分病気されたことない人だよね、うん、えそれは言った、ご自分入院されたらどう思われますかって言ったら、はあって、でも思った後で分かったら厚労省には Wi-Fi が繋がってなかった、厚生労働省は全部優先の中でセキュリティなんとかか、あ、まあ、一番遅れてんねん。あ、そうそうそう、だからもうそういう、いやいやでもそれもだってそれとこれとは別だよ。その人だって一日中さ毎日さ厚労省にいるわけじゃないんだから、うん、外にも出りゃカフェにも行くし、はい、旅行も行ってるわけだからさ、想像力の欠如だよ。本当に想像力の欠如。はあ、すげえ、うん、びっくりした。いやでもそれはね、国会議員もいらっしゃったよ。国会議員に陳情した時にも、患者さんってそんな必要ですかって言われる。患者だから必要なんですけど、患者さんだから必要だって言ったんだけど、もしご自分が、私だから必ずもうそこでカチンと最初の時は来たけど、ちょっとずつ賢くなってきてカチンと来なくなって、偉いね、大人になったね、ご自分が入院されたりしたらどうですか、うん、でもその時いやらしい、あ、でも先生お金あるしご自分でお持ちだと思うんですけど、もう本当にお金あってもね、なかなかね繋がりにくかったし、いやらしくなったねで褒めといていやらしく言ってで、だんだん想像してもらったら、はぁっていう人が増えてきた。最初本当にあれはびっくりした、厚生労働省の一言は、いや、まあ、変な人からかかってきたと思ったんやけど、ある意味名言、迷う言で名言だな、うん、あれデジタル庁じゃないの。え、デジタル庁なんて、デジタル、ああデジタル庁、うん、そうデジタル庁ができる直前やったんで、デジタル庁が、まだで、あ、そうかそうか、そうでデジタル庁が動くって思ったので、うん、今はデジタル庁とか総務省に担当してもらってるけど、やっぱ私の中でデジタル庁よりも厚生労働省やと思って、そうだね、病院だからね、うん、だからそこ縦割りじゃダメなんだよね。そこやっぱり厚労省とデジタル庁と、まあいろいろなところが結ばれ、文部科学省も必要でしょ、これ文科も必要です ね、そういうふうに、まあ、なってきたらいいなと思ってまだ活動していますが、本当にこれ、いやこれね成立しないと日本はやばいよ。そうで、オリンピックのことも言いました。オリンピックの時、うん、海外から来た選手の方がお怪我をされたり病気をされたりして入院した時にびっくりされますよって言って、ね、家族に連絡取れなくなってその人たちは困りますよって、この人は世界の恥ですよって。いや、あの先進国からしたら日本の病院に Wi-Fi が整ってないってことは本当にびっくりすると思う、うん、びっくりすると思う。もう向こうは当然のことだからね、うん、で私はやっぱりあのがん患者さんのためにって最初思ったんですけど、途中でその、あの視覚、聴覚障害の方がいつも通訳の方と一緒に、うん、手話通訳の方と一緒に病院に来て説明を受けてると聞いたんですね、うんうんうん、でコロナ禍で一緒に入れないので、うん、外にいらっしゃって手話通訳をする、うんね、遠隔手話通訳をやっているのに、うん、そもそも病院に Wi-Fi がつながってないと、うん、それができないと聞いてドヒャーと思って、うん、命に関わる、命に関わる、うんうん、でこれはもう本格的にやらなきゃと思った。むしろがん患者さんはちょっと我慢してた、その途中で思い始めたんですよ、うん、ちょっと大変かなこれ制度化するのと思って、うん、だけど私はその聴覚障害の人のお話を聞いて、あ、これはそんなこと言ってられへんと思って、そうだね、活動を始めました。あのエンターテインメントをね楽しむという意味でもね必要だしね、うん、ワイワイにしてもさ、ネットフリックスを見るにしても、はい、それも入院患者にとってはとっても大切なことなんですよ、はい、なんか楽しいこと
ことっていうのは日本だと後回しにされがちなんだけれども、うん、まあ、エンタメという意味でもそうだし、情報を入手するということだし、あと障害のある人たちにとってはライフライン、はい、ね、命のラインでもあるので Wi-Fi 整備してお願いします。実際その整備をしたところの病院の看護師さんの、まあ、肌感覚ですけど、うん、ナースコール減ったんですって。あ、なるほどね、うん、今日痛いな痛いな、お腹痛いなと思ってもちょっとこうネットフリックス見てて、あ、痛い痛い痛いと思って、おお、これ楽しいと思ってるうちに呼ばんですとか。いや、それはあるよ、うん、あるでしょ。それはだって私だってあれ Wi-Fi 繋がってなかったらもうしょっちゅうナースコールしてたわ多分本当にあのお願いしたいこともたくさんあるし、うん、検索したいこともあるし、はい、うん、いやー、そうなのよ。ぜひぜひ、なんか看護師さんたちはちょっと助かったっていう人がいらっしゃる、はい、ね、一言ではなくて自分ごとにしてみてください。で、ここからどうすんのよ、あなたの人生よ。あ、私の人生、うん、ここまで生きてきたじゃない、多分廃棄するよ、はい、うん、するかね、するね、うん、これから私ね、うん、あんまりね先のことは考えてないけど、知ってるよ生きてたらほんまにいっぱい気になることがあって、うん、いつもそれに気になってる。今ね、ものすごく気になってることあるんですよ。何？一つ言っていい？これもがんに関係あるんだけど、うん、男性のがん、うん、前立腺がんは 100% 男の人、うん、膀胱がん、腎臓がんは半分2倍男の人が多いです、女性より、うんうんうん、でみんな助かるがん、ほぼほぼ助かるがん、うんうん、だけど手術したら 100% 尿漏れするんです。ほー、ね、尿漏れパッとして会社に行けるんです。なるほど、もう全然問題ない。なるほど。せやけど公衆トイレで男の人が尿漏れパッドを捨てよう思ったらゴミ箱はないねんって。で、男の人のトイレ行ったことがないのもあるけど、そこでえっと思って、なんでゴミ箱ないのと思ったら男の人のトイレにはずっとないらしい。で、びしょびしょのやつをどうしたらいいかわからんっていう話があったので、私はそのゴミ箱をっていうのがあったんね。そしたら女性の体でありながら男性になるトランスジェンダーの方々も生理がまだ残ってる人なんですね、はいはいはい、そうするとその人たちも本当に困ってたって言われたんです。確かに。そう、それで、あ、これはゴミ箱の話せなあかんと思って今動き始めてる。もう一つね、医療で。それで、うん、宮本亞門さんがやっぱり前立腺がんで、はい、今おむつが必要らしいんですよ。もうそれすごい公言してて、はい、おむつ必要なんだよってやってるんだけど、はい、そのゴミ箱のところまでは話聞いてなかった。うん、ゴミをちゃんとナイロン袋いつも持ってたらいいよ。だけど持ってたらその汚いバッグに入れて歩かんならんやん。だけどそこにゴミ箱があったら、そこで。そしたらさ、あの赤ちゃんのおむつも男性トイレで買えられるようになるじゃん。今だから大きなゴミ箱もあるとこ、多目的トイレにはちゃんとついてるんで、うんうんうん、それからいろいろ調べたら病院の男性トイレにはちゃんとあんねんって。あ、そうなんだ。やっぱり、やっぱり。だけど駅とかまだないところが多くて、私今調査してて、それからちょっとすいません、調査っていうのはあなたお一人でされてるんですか？男の人がトイレ入ったら聞いてくる。ちょっと見てきて。トイレあるか見てきてって。え、あったかなって言う。ないと思うんだけど、それはそうだね、見てきてとか言って。あとそれから某おむつ会社さんとかに電話をかけた。うんうんうんね、メールじゃないんだよ、電話なんだね。あそう昭和な人です、うん、電話をかけた、うん、で私のアイデアとしては、うん、ちょっとお金かかるかもしれないけど、一個一個の袋にせめて、あ、一個一個の尿漏れパッドに袋をつけてほしい、うん、ゴミ箱 ね、なるほど、うん、そしたら、まあ、バッグ忘れた時でもそれをちょっとバッグに入れてどっかで捨てられるから、うん、でもまあそれよりも何よりもやっぱりそこでさっと捨てられへんかったらあかんなと思ってるんですね。あともう一つ、うん、その人は女性の体になっているわけですよね、うん、卵巣がんになられたんです。で、子宮がんにもなってて全摘になったんですね、うんうんうん、でなんと、うん、婦人科の病棟だから女性部屋しかないんですよ。だから男性部屋に入院したいんだけど、うんうん、あ、なるほどなるほどなるほど、したいんだけどダメ。それだからいろんなトランスジェンダーの人が思うね、はいはいはい、でどうしたかって言ったら、うん、その先生に、うん、一泊3万円の個室に入れって言われたんだよ。そんなに嫌やったら、まあ、言い方も腹立つけど、うわ、そんなに嫌やったら入れって言われた。で一泊3万円分かってないな、そもそもが一泊2日で6万円で、しかもまた嫌味、そんなね、今外科手術って2ヶ月入らないのに2ヶ月かかるって言われたから、計算したらもう100何十万かかるの無理って彼女は思うわけじゃない彼かね、その患者さん思ったわけよ、女性なんだからさ、ね、で私相談を受けて、治療上必要な場合の個室は無料になるというところをご紹介してことなくなりました。あ、そういうのがあるの、うん、あるのあるけど本当に限られてるんですよ。
でそういうのを、相談したら、それすごい大きな問題なんですって言われたので、その問題とその尿漏れパッド、今そうだ、ね、気になってるのはその2つだから、まあこれでまた来年再来年と生きていく中でまた気になることあったら言っていきますけど、つそれだけ今伺ってから聞くけど、あなた自身のためになることは興味ないの今、まあ、自身のことね、松井くでも松井くも毎日こうするのめんどくさいから松井くでいい。何言ってるか分かんない。もう自分のことはいや気になるよ、気になるけど、まああんまり困る。シミとかもいいのね、もうシミとかダイエットとかももういいの。ああちょっとダイエットね、もうすごいんですよ、ダイエットする、痩せる、リバウンドする、痩せる、リバウンドで、あ久しぶりに会う時に今日はどっちかなって今しっかり大きく太ってる。もうだから大きなイベントがある時はね、がっつり痩せるんだよね。そうです、某ある大陸というドラマじゃない、ドキュメンタリーの時は情熱大陸しかないじゃない情熱ダイエットですねって言われたねあと自分が結婚式するとかね、あ難かったね、あの時ね、それもふーっと膨らんでいく。もう あんだけ頑張れるんだったらと思うんだけど、いやだからなんかおかしいんだよね、興味のところがガッとこう、ああなるほどね、ガッという言い訳は別にして、さあ行きましょうかね、頑張ってダイエットね、はい、いやいや別にいいけどね自分の人生だから。でもよく千鶴さんに言われたよね、それで21世紀迎えるの、いや私明日死ぬかもしれんから、いや迎えるってっていうのがやっぱりさ、患者さんの中では大谷貴子ってね超有名人なんですよ、本当に期待の星なのよ、希望の元患者さんなのよ、彼女のようにまた元気でバリバリ生きていきたいわっていうさ、こう妄想するわけよ、大谷貴子どんな方みたいなねほんでガーンってねヤッホーみたいなねまあいいんですけどね、はい、それはそれでたくましくて、はい、あそうじゃあ、まあ今気になってることが2つあると、はい、またそれもぜひ一緒に。そうだね、尿漏れパッドすごい大事だと思わへん。いや大事、すごい大事、ね、それからそのトランスジェンダーの方々の病室の、いや大事、両方大事です、はい、全部人権に関わることですしね、はい、全部それもやっぱり医療と関わってるし、いろんな話を聞くと豊かな国になってほしいですよ。じゃあここで、あなた自分のためのことをちょっと聞いてみましょうかね、はい、いいですか、ちょっと早いけどこのコーナーいきますよ。はい、ゆいちゃん、分かれへんね、分かれへんな、どっち、はい、ではどっちです、いいですか、お金高校、はい、来世を選べるなら、はい、金持ちに飼われる犬か、自由な野良猫か、どっち、自由な野良猫、早いな、もうちょっと悩んでよ、これなかなか今回面白い質問だなと思ったんだよ。金持ちに飼われる犬、そうだよ、飼われるのね、そう飼われる犬と、だからお金持ちに飼われる犬ってさ、あれじゃん、鎖にずっとつながってるわけじゃないと思うのよ、庭も広いし、お散歩もあれだし、今自由にこだわったんですよね、自由な野良猫やから、そうそうそう、せやけど食べに行かれんのも辛いね、お腹すくし、そうなのよ、あのね、汚いも食べんのも嫌い、お金持ちに飼われる犬って私ちょっと羨ましいと思った、だって旅行とかも連れてってくれるじゃん、なるほどね、多分ね、あったかいとこにいられるし、そうそうそう、海だって入れるし、そうやね、なんかもしかしたらお金持ちで冒険好きだったらさ、いろんなとこ行けるなって私は思っちゃった。だって街歩いててお金持ちの人が自由っていうのを取ったから、でも金持ちに飼われるんやったら自由も得られる、そうそう、そしてお金持ちにも美味しいものも食べれる、あったかいとこにもいられる、多分旅行もできる、いやこっちで金持ちに飼われるんですか自由に野良猫だけど、もう自由になりたいと思うんだけど、そうや、野良猫で食べていかれへん、自由のつらいわ、いやもうね、野良猫はなかなか厳しいよ、ね、生活本当に私もうね、あの13頭の猫は幸せやね、当たり前よ、さ家猫はさ、もうちょい花よと、もういやちょい花よってしてないけど、家猫はみんなさお腹空いてご飯って言ったらご飯あげるしさ、にゃーって言ったら毎日、今毎日ベッドお布団なんか入ってるからね、おーあったかい、ぬくぬくとさ、ね、朝方6時ぐらいか7時ぐらいになったら必ずここに入って、私の枕 の, と, あの と, ころところに頭を乗せて布団かぶって寝てるからね、でもう一匹はここよあそうだから4人でベッドの上で夫とニャーとニャーと私よこの子たち幸せだな、うそうだね、野良猫だと寒かって食べるもんなくて、食べ物ないな、あとあのいたずらする人もいるじゃん、悪さする人もいるしさ、野良猫この寿命めっちゃ短いんだよ、うん、それは嫌やね、そうでしょ、自由だけの言葉を取ってしまいました、間違えました、はい、いやだけど金持ちに買われ自由に生きていく犬になりたい
それはない選択に。もしかしたらこれ私たちはいいように撮ってるけれども、あの彼女に変われてもかわいそうかもね。あれやれこれやれってしつけかけられて。そうなんかほらコンクールで、うん。だから一応ここに自由でいるとこ私。そうだよね、コンクールで優勝するためにって言ってさ、ここ綺麗にしてこうやっときなさいとか言われて。もうしょっちゅうトリマーさんにね、うん、こうやられてやられてて、それ好きかもしれないけれど。じゃあ答えは金持ちに飼われる自由な犬ない。それだったらさ、金持ちに生まれる自由な人になりたいよね。あー、それもいいね。資産家の家で、いやついでに美しく生まれたい。綺麗な顔、いくら食べても太らない体。資産家で自由で美しい人。いくら食べても太らない。いくら食べても太らない。それも入れておいてほしい。そこ第一ね。そんな人いるのかな。いるんちゃう、やっぱり。いるのかな。食べても食べても太らへんっていう人も。でもね、お金持ちはお金持ちですごい悩みあるみたいよ。なんか家族関係がドロドロしてたりとかさ、あのお金はすごいあるけれども自由に使えるお金は少ないとかさ、あなんかそうだな、かわいそうやな、いろいろあるよ多分っていうふうに思わないと。まあ親の借金がないだけよしとしよう。まあ、そうね。そう、親の借金がなかったのはありがたいね。うん、本当にありがたい。すごい地味な話になって聞いてるんだけど、いやこれから本当に大谷貴子はどこへ行くのか皆さんご注目ですよ。あの今回ね初めて知ったっていう方も多いと思うんですけれども、まあまあその骨髄バンクだとか、あの白血病を業界では超有名な人なんですよ。で、骨髄移植をして今何年目？これすごいよね。1988年から34年になるわけですね。だから誕生日がね2回あるの。1月11日がセカンドバースデー。そうなんです。誕生日が6月10日ちょうどいいでしょ。半年ぐらいだったら2回誕生日ある。見せてないところがこうちょうどそうなんです。このねセカンドバースデーの方がなんか私たちは結構グッとくる。それはしますね。高子だけではなくて他の患者さんたちも、うん、あの成人式ですとかね。そうもうね45歳ぐらいの人が成人式ですっていうのでやっぱりグッとくるよね。でまあ、そういうおめでたいハッピーなお知らせばかりではなく、残念ながら命を落としましたという、はい、あのやっぱりお手紙とか、ね、連絡も、まあ、あります。未だにありますね。まあ、それでも本当にいろんな病気 の、 あの治療の選択肢が広がって今は少し減ってきたし、いいお話いただきますね。この間もすごい大変な患者さんのお手伝いしてて、もうちょっと忘れてたら3年ぐらいなんで、今度の4月から高校の英語の教師になります。写真付きできました。嬉しいとか、なんか結婚しましたとかね、里親になりましたとかね。里親もすごいね。泣けるよね。偉いな本当に。2人目の里親が2人目してる。そうとかね、うん、あの本人の記憶は骨髄移植をしたのはないぐらい赤ちゃんの時、ちっちゃい時で、でもなかなか背が伸びない、うん、でそれはなぜなんだろう、なぜなんだろうと思っていて、親御さんが実はあなたは子供の時に白血病でね骨髄移植をしたんだよ、だから身長伸びにくいんだよとかいうことを伝えましたって言ったら、その子がね龍が上がって嬉しいとかね、嬉しいっていう。なんと今最大月バンクで働いてるの、その子すごいでしょ。同じような患者さんを助けたいって言って就職しました。いやもうね、こういう感動する話がご褒美だからね、はい、ずっと続いているということと、課題が次から次に目の前に来るからまたやめられないってね。またこれ終わったらやめようかなと次出てくる。そう、新たにまた課題を2つ見つけたので、はい、私たちはつながると嬉しいです、はいね、そのためのハッシュタグでもあるんで、どんどんつながってください。でつながってもらうためには検索してください。前回からいろいろね、はい、こういったものもご紹介してますので、ぜひつながってください。今日はこの大谷貴子という名前と顔を覚えてください。かわいいけど名前覚えておいてください。はい、では、今週先週と骨髄全国骨髄バンク推進連絡協議会副会長の大谷貴子、はい、言えたー、すごい、ありがとうございます。でございました。ありがとうございました。この番組は株式会社つばきホールディングスの提供でお送りいたしました。東千鶴のレッツマンズ、こちら東千鶴でした。ありがとうございました。また次週。